回のチャフィーズトラベルチャンネルはセラビー東京をご紹介します。東急プラザ渋谷の17-18階、動画の最後に17階の公共スペースの渋ニャをご案内します。まずは17階のレストランでアジアン料理をいただきます。席に案内していただきます。こちらを利用します。ランチメニューを予約しました。ワンドリンク付き。料理が提供されるまで人気のテラス席を見に行きます。こちらがそのテラス、マリーナベイサンズなどの世界有数のルーフバーを手掛けるセラビー。テラス席はチャージ料金がかかりますが、外国や観光の方には特に人気のようです。開発が進む渋谷の街を望みます。見えているのはスクランブル交差点。バーカウンターも雰囲気があります。ドリンクが提供されます。スタッフもスタイリッシュな印象。料理が提供されます。こちらはバーガーセットの角煮、そしてこちらはソフトシェルクラブのパッタイ。セラビー初となる新業態のアジアンバーガーなどを提供するバオバイセラビー。まずはパッタイからいただきます。ニンニク、特製味噌、ラー油でピリ辛な仕上がり。ソフトシェルだから丸ごと楽しめる一品。次はバーガーをいただきます。アジアのマントウとハンバーガーの美味しさの融合を目指したバオバーガー。セラビー東京で食べられるお手軽なアジアン料理。次回は18階のスカイランチも試してみたいです。最後に公共スペースの渋ニャをご紹介します。公共スペースから渋谷の街を楽しむことができます。ヒカリエ、宮下パーク、セラビーの特徴的な円形テラス、ビルの下からも見える円形部分、渋谷の街を眺めながら心地よい時間を過ごしました。今回のジャフトラは東急プラザの屋上のレストランと渋ニャをご紹介しました。いつもいいねとコメントありがとうございます。ベルマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いします。